そうか、なんかこう思い出してるミオリちゃんの目がキラキラしてて、すごい楽しかったんだろうなっていうのが伝わってくるんですけれども、はい、前回はね、あのお姉ちゃんと二人でってことだったんですけど、はい、AKB のメンバーの中にはサンリオ好きな人って他にもいるんですか？そうですね、いっぱいいますね。例えばあの一番有名だとあの渡辺真由さん、まゆさんは本当に大のプリンくん、ポンポンプリンくん好きで、もうその中間、その総選挙の時、はい、キャラクター大賞の時も、うん、あの1位ポンポンプリンくんがなった瞬間に号泣をして、うん、なんかツイッターにつぶやいていましたけど、涙がこらえきれなかった、はい、すごく応援してるんですね。すごい応援していたので、多分すごく1位は嬉しかったんだなって、多分自分の総選挙の1位よりも泣いていたんじゃないかなって思うくらい、そうだね、はい、すごい熱でしたね。そうですか、はい、他にはどうですか？はい、他にはですね、うん、あの同期の、加藤レナちゃんっていう子が、はい、キキララをすごく大好きで、うん、あのいつも誕生日プレゼントとかあげるんですけど、はい、お互いにマイメロちゃんグッズをもらって、うん、私はキキララちゃんグッズを返すみたいな感じで、はい、いいですね。そうね、お互いにもう全身マイメロキキララでお互いにいることもあって、はい、すごいいつまでもそういう仲間を大切にしたいなって思いますね。いいですね、はい、やっぱりたくさんね、サンリオ好きの方がいらっしゃるということなんですけど、はい、そうですね、うん、じゃあ、はいはい、次にピューロランドに遊びに来るときは誰と来てみたいですか？そうですね、うん、まあ、いっぱいメンバーとも来たいんですけど、うん、あの私の同じ事務所の、はい、あの香原智美さんが、はい、あの大のキティちゃん好きというのをお聞きしまして、うん、そうなんですね。そうみたいなので、ぜひ今度一緒にピューロランドデートしたいなって思うんですよ。すごい、2人ともめちゃくちゃテンション高くなりそうですね。そうですね、なんかわーって言ってなんかそれぞれ違う方向に行っちゃいそうですけど、自由に、はい、でもそれで香原さんと一緒にこうまたこうサンリオメイトというか、うん、サンリオのお友達としてこうもっと仲良くなれたらいいなって思います、うん、なんかそうですね、そんな駆け足にピューロランドになってくれるんじゃないかなって思います。いいですね、サンリオメイトっていいですよね。はい、いいですね。どんどん増やしていただきたいと思いますが、はい、はい、増やしていきます、うん、そんなみおりちゃんがね、お友達を誘ってますますピューロランドに来たくなる、はい、チャンリオプロモーションがこのピューロランドで今週末の18日からスタートいたします、うん、はい、次にですね、このチャンリオについてみおりちゃんと一緒にご紹介していきたいと思いますが、はい、よろしいですか？はい、お願いします。はい、ではお願いします、はい、実はですね、みおりちゃんには皆様に冒頭でお話ししたチャンリオのオリジナルキャラクターを事前に途中まで作っておいていただきました。はい、そうなんですね。はい、こちらにあります大きなスマホ、デカスマホを使ってみおりちゃんオリジナルのチャンリオを完成させていただきたいと思っております。はい、はい、これチャンリオなんですけれども、はい、初めから作る方法と写真から作る方法っていう2種類がありまして、はい、みおりちゃんには初めから作るで作成していただきました。はい、うん、すごい可愛いですよね。可愛いですよね、はい、途中まで作ったのがここにあるんですけど、はい、どんな感じで作ったんですか？いや、そうですね、私すごいパステルカラーのふわふわなこうお洋服が多いので、はい、なんかそれに近いお洋服と、やっぱ大好きなマイメロちゃんをこうぬいぐるみをね持っていつも一緒に寝てるので、うん、そのイメージでお洋服までは選びました。かわいい。でもお洋服、はい、なんか今日のみおりちゃんのお洋服にちょっぴり雰囲気が似てるというか、そうですね、ふわふわしてますよね。やっぱふわふわしてるんですよね、うん、はい、じゃあまずは、はい、目からいきましょうか。そうですね、大事、はい、大事、重要ですよね。はい、どれがいいですか？いろいろ本当にあるんですよね。目の色も形も色とかも変えられるんですね。そうなんです。まあでも私まつげがすごい長くて、すごく長い、そこがチャームポイントなので、うん、ちょっとまつげを強調した目にしてみました。どうでしょう皆さん。はい、パッチリまつげがすごい、はい、あれですね、あの分かりやすくなりましたね。そうですね、うん、またちょっとまつげ1本増えるだけでも違いますね。全然違いますね。はい、かわいい。じゃあ次は髪型かな、はい、今あの髪の毛ねボブスタイルになってますけど、そうですね、まずは髪の色から変えていきましょうか、はい、髪の毛はこれですね。はい、お、すごいいっぱい色があるんですね。そうなんです、結構ねファンキーめなピンクとか、はい、
もありますし、これレモンになれそうですね。近づきましたね、レモンに。全部レモン色すぎてわかんないですね。馴染んじゃってますけどね、はい、まあ、でもまあ一番私だったらこれに近いですかね。そうですね、落ち着いた黒って感じですかね、はい、そうですね。やっぱり一番大事なのが髪型、はい、あー髪型は重要です。はい、みおりちゃんといえば、そうですね、ツインテールのイメージありますけど、はい、じゃ ありますかね。ありますね、ツインテールが似合いますよ ね。そうなんです。ものすごくバリエーションが豊富で、はい、ショートヘアとかあの、うん、個性的なそれいきます。わふわかわいい、かわいいですね、もくもくしてますね。あとはどんなのがいい、お、いっぱいあ、お下げもあるし、あ、出てきましたね。お下げも似合いますね。これすごいやりたいやつがあって、あ、なかなか個性的なの出てきました。可愛いんです。でも普段こういう髪型できないので、確かにちょっとやってみたいなって思ったんですけど、まあでもやっぱりツインテールですかね。あ、はい、近づいた。すごくすごい、ちょうどなんか今日の髪型にも合ってますね。合ってますね。すごい、決定するって言ってた。じゃあこれで大丈夫ですか、みおりちゃん。はい、大丈夫です。はい、では、はい、決定するを押してください。はい、えい、おお、こんにちは。あ、みおちゃんリオ完成です。はい、完成しました。かわいい。どうですか、作ってみて。いや、すごいなんかいっぱい種類があったので、うん、なんかこうすごいいろんな人に似せられると思いますし、うん、こう逆にこういうのでね、遊んでこう何々ちゃんの作ってみたよとか、メンバーとかでも流行りそうです ね。作り合いっ子。はい、うん、作り合いっ子とか、あとはなんか自分のやりたい髪型をシミュレーションしたりとか、うん、あ、勇気なかったけどちょっとショートにしてみようかなみたいな時とか、そうですね、とかもできます、うん、なんか理想の自分になれる気がします。いいですね、はい、